おお、安藤か。この前しくずって負けたからな。よし、来た、来てる、全て来てる、全て来てる、全てだ。これがウィングは多分ないと思う。今日でレジはいけそう。そうだね、この調子でいったらレジも見えてるわ。マッスルプリに一回殴られたよね。10点パンチ食らったよな。行くわよ。行くわよ。多分次のターン何かして出てくるでしょ。で、出してきたところをもうちょっと SI がいらねえから使いたいけどね。だから悟らないでくれ、悟らないでくれよ。悟られだけはやめようぜ。悟られだけは悟られは嫌なんだよ俺。悟られから負けのパターン嫌だから。ターゲット確認。集合内で引かれてるとこれ痛いんだよね。集合内で引かれてる場合はマジで痛い。涙が出るよ多分。集合内で引かれたら。1,2,3,4,5,6,7,8,9。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 ん？合ってる？ 1,2,3。 何枚今？デッキトラッカー見ればいいのか。これなんか最近デッキトラッカーが9枚か。ちょっと早くやりすぎなのかな。まあでも公開した方が相手がミニオンも出てきて倒しがいがあるだろう。寝返ったかお前。仕事すんなよ頼むから。俺のカード燃えるからな。本当に本当にね、本当にね、仕事しないでよ、仕事しないで。マジ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 、これマジだから、これマジだから。セーフセーフ。お前仕事したら本当許せねえ。ぶっ飛ばすとこだった、あいつを。我が子のように可愛がったジーレジをぶっ飛ばすとこだった。あるね。どう、いいか、使っちゃうか。ミルで05で挑発雑草さん立てた。ああなるほど、さすがライゼンでは。なるほど、さミル合戦はやめようぜ、ほんとお願いだから。おー、いつ穴か。おー、
何何捨てんのそれで9枚か。バニレバ持って帰るけどね。バニルこれ。安藤くんに俺並べられて痛い目に遭う可能性ってあんのかな。いやないだろう。サップで十分じゃない？バニルか？いやいや、バニル必要ないな。次のターンぐらいで来るだろう。来ねえかな。いやいや、サップ十分。これで相手がさらに1枚カードが燃えると。それであれば、まあ、OK。ミツゴン氏とかお前そんな俺5アタック5以上のミニオンとかヨグしか持ってねえよ。それとあとアラヤから出てくるハッファーな。アラヤから出てくるハッファーくらいだよ。ハッファーとなんだっけもう一匹グリズリーみたいなやつ。やがれちゃったか。セカシュはいいんだよね別にね。来て。ああ来ねえか。これ D ブランはできる？ D ブランできないじゃん。ああ、カエル先輩がいればな。あ、そうそう、ミーシャ、ミーシャ。イセラとか出てくるのかな？結構今イセラ出てくると結構大変なんだけど。イセラはやめよう。な。イセラはやめよう。な。ちょっと焦ってちっちゃいミニオン使おう。遊びに付き合う暇はない。バナッちゃんは別にいいんだよね。デレレレデレレレ。あーこれどうせなんかグシャーってされて終わりなんだろうけど出す。まあ別に、まあ、こいつはこいつのために出してるわけじゃないからな。そうか、集合ないで一発か。だから4枚17分の4か。だから大体16分の44分。あらカードドローするのかな。おお出たー。あら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 してきた。予想通りのあらや。ダブルあらや強すぎちゃうそれ。ねえダブルあらやはおかしいよ。コミッション違反だよ。ダブルアラヤは誰か注意した方がいいよ。ダブルアラヤを使うやつは違反違反。これ違反だよ。これ違反。これ絶対違反。コミッション違反だわ。完全に相手が今違反してきたね。違反だよ。今のズル。今のはもう間違いないズルだから。ちょっと腹が2つ出るのはおかしいよ。そうだね、バニー残しておいてよかったよ。バニーなかったらこっちもヨグで対抗しなきゃいけなかったからね。待ってるぜ。カエルさん。
ワンモアヨグされるやん。ワンモアヨグとかむしろ歓迎だろ。相手がドローするんだから。本当はな。本当は。本当は相手がドローするんだけど。そうじゃない。パティーンも、ごく、ごく稀に存在する。こいつちゃんと、ちゃんと警戒もできてるね。あ、死んだか。ダンドリーの、まあまあまあ。まあまあ。あらや、俺は、俺のあらやは。俺のあらや、俺のあらや、俺のあらや。俺のあらやは、俺のあらやは、俺のあらや。俺のあらや。俺のあらやは、俺のあらやは。はぁ、はぁ、しかも多分これもし、カエル捨てられた？捨てられてねえか。地獄。まさに地獄だぜ。ほんとこいついちいち裏切り対策できてるわ。さすがゴールデンプリ。いちいち腹立つわ。しかも俺の方がカードねえじゃん。クソゲーだろ。俺集合のやつ2枚消えてんじゃん。待って待って待って。集合のやつ消えてんじゃん。